悪性腫瘍、悪性腫瘍、悪性腫瘍は遺伝子変異によって自律的で制御されない増殖を行うようになった細胞集団腫瘍の中で周囲の組織に侵潤し、または転移を起こす腫瘍である。悪性腫瘍のほとんどは無治療のままだと全身に転移して患者を死に至らしめるとされる。一般に、ガン、ガ悪性新生物、悪、精神、 生物とも呼ばれる。癌という語は、悪性腫瘍と同義として用いられることが多く、本校もそれに習い、悪性腫瘍と癌とを明確に区別する必要がない箇所は、同一語として用いている。悪性腫瘍、マリグネント・トゥーマーは、一般に癌、として知られているが、専門用語では、ひらがなの癌と漢字の癌は同意ではない。 病理学的には、漢字で、癌というと、悪性腫瘍の中でも特に上皮由来の、癌種、上皮種、カルシノーマのことを指す。ひらがなの、癌は、癌や、肉種、白血病などの血液悪性腫瘍も含めた、抗議的な意味で、悪性腫瘍を表す言葉として使われているからである。したがって、癌ばかりでなく、肉種や血液悪性腫瘍も対象にする国立癌。 研究センターや各のがんセンターはひらがなで表記する。がんを表すはカニ座と同じ単語であり、乳がんの使用がカニの足のような広がりを見せたところから医学の父と呼ばれるヒッポクラテスがカニの意味として古代ギリシア語でと名付け、これをアウルスコルネリウスケルスがキャンサーとラテン語訳したものである。漢字のがんはヤマイダレとノイタイジである。 との回形成文字で、本来は乳がんの意味である。触診すると岩のようにコリコリしているからで、江戸期日本においては、岩と書かれた文書もある。悪性腫瘍は、悪性新生物とも呼ばれることがあるが、マリグネントネヘプラザムの訳語として作られた言葉で、マリグネント、悪性の根を、新しく、プラザム、形成されたものを意味する。なお、 んという言葉は、蒸気の用法をもとに比喩的に用いられることがあり、社会の気候や組織について、和の癌だ、のん細胞などということがある。悪性腫瘍とは、腫瘍の中でも、特に浸潤性を有し、増殖、転移するなど悪性を示すもののことである。人の体は、約60兆個の細胞からなっている。これらの細胞は、 正常な状態では、細胞数をほぼ一定に保つため、分裂、増殖しすぎないような制御機構が働いている。それに対して腫瘍は、生体の細胞の遺伝子に異常が起きて、正常なコントロールを受け付けなくなり、自律的に増殖するようになったものである。この腫瘍が正常組織との間に、明確な仕切りを作らず、真順的に増殖してゆく、場合、あるいは転移を起こす場合、 多くは新順と転移の双方を起こす悪性腫瘍と呼ばれている。通常の細胞では酸素が十分に供給されているときは ATP 合成のエネルギー効率が高いが合成速度の遅いミトコンドリアでの酸化的リン酸化でエネルギー生産を行い酸素が十分に供給されないときはエネルギー効率が悪いが速度の速い解凍系によってエネルギーを得ている。 一方、癌細胞は酸素が十分に供給されている環境下でもエネルギー効率の悪い解糖系を活性化していることが知られている。この現象はワールブルク効果と呼ばれている。この現象は以前から知られていたが代謝物を一斉に測定、解析を行うメタボロミクスによって非癌組織と比較して癌組織で解糖系の代謝中間体のプロファイルが 明らかになり、解答系の活性化が明確に示された。なお、通常の細胞の代謝に関して、解答系による ATP 合成速度は、電子伝達系による ATP 合成速度の約100倍の速度を有している。癌組織の多くが、武動等代謝が活発なことを利用して、ポジトロン断層法が、癌診断に利用されている、詳細は、ポジトロン断層法を参照のこと。 悪性腫瘍、マリグネントトゥーマーの用語は、病理学において、以下のように分類される。世界保健機関によれば、2005年の世界の5800万人の死亡のうち、悪性腫瘍による死亡は13%、760万人を占める。死亡原因となった悪性腫瘍のうち、最多のものは、肺がん、130万人で、胃がん、100万人、肝がん、大腸がん、 乳がんなどが続く。悪性腫瘍による死亡は増加し続け、2030年には1140万人が悪性腫瘍で死亡すると予測されていい。日本の原因疾患別死亡者数の割合と、順位では1951年から1980年まで30年間1位だった脳血管疾患に変わり、1981年から2015年まで35年連続で1位で、あり、 2015年度は死亡者数129万428人のうち、癌による死者数は37万131人であり、死亡者総数に対する割合は28.7%である。癌は単一の細胞を起源とする。したがって、癌は発生派八となった細胞の種類、組織学的分類と細胞の身体的部位、解剖学的分類とで分類できる。 なお、病気分類に関しては、腫瘍学の効果、核癌の記事に詳しく記した。成人の癌は、普通、上皮組織に形成され、遺伝的あるいは内因的特性を持つ人々が、外的要因にさらされた影響による、長期間にわたる生物学的プロセスの結果として、生じると大方の場合は得られている。肉種は、上皮由来ではないが、悪性腫瘍として、 ガンと同様に検査、診断、過料される。次に例を示す。ガンガンについては、明確にガン種の場合は、ガン。疾患名の場合は、ガンと表記している。ガンは幼い子供にも発生し、場合によっては、新生児にも発生する。異常な遺伝形質プロセスのために、細胞の複製養弱化に対して抑制が効かないので、制御されない増殖が早期より更新し、 ん進行も早い。また、肉種が多いことが特徴として挙げられる。そのため、下下治療による治癒が難しいとされている。だが、抗がん剤が効きやすいという特徴も持つと言われている。そのため、現在では7割が治療に成功するとされている。幼児期のがんの発生ピーク年齢は、生後1年以内にある。神経目細胞種は最も普通に見られる。 新生児の悪性腫瘍であり、白血病、ルキミアと中枢神経がんがその次に続く。女子新生児と男子新生児とは外して同じ発生率である。しかし、白人の新生児は黒人の新生児に比べて、ほとんどの種類の癌において大幅に発生率が高い。新生児の神経目細胞腫は生存率が非常によく、ミルムス腫瘍、網膜目細胞腫も、 非常に良いが、他のものはそれほど良くない。幼児期癌を次に示す、おおむね発生頻度順、がん、がんは、明確に癌種の場合は、がん、疾患名の場合は、癌とした。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。